チェーンオブケン。皆さん、月曜日です。そして秋です。暦の上ではもう立秋なんだね。立秋っていつからいつからなのかなと思って調べてみたら、まあ12ヶ月を24等分に割って、春の、逆側が秋で、その地球ってやっぱりこう地区がどんどん少しずつね移動していくので、今年の立秋は8月8日だったらしいです。特にだから秋なんだよね。秋ってみんなやっぱり食べ物かな、スポーツの秋、音楽の秋、読書の秋、恋の秋、愛の秋ってありますけど、みんなは全部秋を楽しんでますか？私はもちろん音楽は基本にね、まあお仕事でもあるので、仕方がなくと言いますか、絶対的なもんなんだけど、今年はそうだな、大人の恋愛してみたいなと思ってます。いないんだよね、なかなかね、相手がね。でも最近はいろんなエンターテインメントですね、スポーツもそうですけども、やはり僕らの後輩の世代がですね、すごくやっぱスーパースターがいます。そこをやっぱりね、原石を見つけられない大人っていうのは良くないなと思います。それを見つける大人としてプロデュースしていきたいなと思ってます。前も言いましたけども、サイザイル、僕は単純にエグザイルが好きだからですけども、ダンシュです。私のこの YouTube に流れているバックの音楽は、まあカバーもありますけども、 99% がその日にダダダッと書いて2分以内に書いてる曲なので、自分のスピードもスキルアップでもやってるんだけど、その中にあんまり聞いてないかな、これだったらなんか俺がもしバンドだったら聴きたいなとか、2コーラス目はやりたいなとか、ギターだったらいいかもよとか、だってドラムだっていいぜとか、ダンスやっちゃおうかな、それがサイザイルの目的です。でこれは全然企業のイベントではありませんので、何の心配もなくこの中でアクセスしていただけるとありがたいなと思っています。もしくはアメブロの中で、コメントで言ってください。男子募集です。じゃあね。